切腹。切腹は自分の腹部を担当で切り裂いて死ぬ。自殺の一方法。腹切り、滑腹、と腹とも言う。主に武士などが行った日本独特の習俗。外国でも日本の風習としてよく知られ、腹切りや切腹として辞書に載っている。日本の封建時代の道徳観念のもとでは、不始末が生じた場合にその責任を自ら判断し、 自分自身で処置する覚悟を示すことで名誉を保つ社会的意味があり、自決また自裁とも称された。近世以降は自死のみならず処刑方法としても採用されたが、切腹させることは切腹を許すと表現され、切腹の場所には新しい畳を重ねて敷き、満幕を巡らすなど念入りに整えられ、対象者を物資待遇に扱い、名誉を保障する処刑方法であった。 より罪の重い者には、百姓超人新聞に対する残首や、貼り付け、公衆刑などが課せられた。切腹が習俗として定着した理由には、ニトベイナゾウが、武士道、武士道、ザソウリオブジャパン、1900年間の中で指摘した、腹部には、人間の霊魂と愛情が宿っているという古代の解剖学信仰から、郵送に腹を切ることが、 武士道を貫く自主方法として適切とされたとの説が唱えられているとされる。切腹の動機としては、主君に準ずる、老い腹、老い腹、職務上の責任や義理を通すための、詰払い、詰払い、無念の余りを行う、無念腹、指導では、喧嘩料成敗が重んじられることから、復讐の手段として、遺根のある相手を名指しして、先に腹を切ることで相手にも腹を切らせる。 死服、差し腹が行われた。また、敗軍の将が敵方の捕虜となる地軸を避けるためや、老上軍の将が、城兵や家族の除名と引き換えに行うことがある。また、戦場における命令違反を行った者に対し、刑罰的な意味で切腹を命じる場合もあった。古くは988年、永遠2年に、 藤原の康助が事件を起こして逮捕された時に、自分の腹を切り裂き自殺を図り翌日になって、獄中で死亡したという記録が残る。平家物語、太平記などの文献では、切腹自体は、例が多いものの、受血の方法は刀を口に加えて馬から飛び降りる、鎧を重ねてき、海に飛び込むなど一定しておらず、切腹が特に名誉な自殺方法と見られることも、なかった。 武士への死刑執行もすべて残死刑で、身分ある武士といえども敵に捕獲されれば、残死刑か、監禁後に暴殺であった。室町時代の明徳三年、1392年に、官僚、細川頼行に巡視した三島劇入道、明徳金以来、平時に病死した主君に対して、巡視を行う風習が始まった。その秀吉は、豊臣秀らに対し、 刑罰として、切腹を命じている。また、関ヶ原の戦い、大阪の役での敗軍部署への死刑執行はすべて、残死刑であるが、古田織部、細川沖明など豊臣方より行きとみなされたものは、切腹させられている。江戸時代初期には、松平忠義や結城秀康に殉視した家臣の、評判が高まり、殉視が流行した。 この流行は1663年、漢文3年5月に、天下巡視五禁断の旨により巡視が厳禁されるまで続いた。当初は、同法は有名無実化されたが、漢文8年、奥平正野が仙台政巨時に、渦中での巡視があったという理由で二万国を削られる、初段を受け実行を持つことになった。1684年、状況元年に成立したとされる。 秋吉公判では、純子を真に、主君への忠義から出た、木原、純子する同輩と並ぶために行う、論原、子孫の家造や栄達を求めて行う、小原、秋内場の三つに分類している。しかし、純子者の家族が栄達したり家造を受けたケースは、皆無であり、小原は、歴史的事実ではないとされる。天保十一年、1840年に、 上州沼田藩主の工藤幸弘が、自人録を表す。徳川画界の30年前で、武士道が地に落ちていたことを嘆いて書いた切腹マニュアルであった。1943年に、森仙蔵が、切腹の諸自人録というエッセイでこれを紹介している。1870年、明治3年、交互事変の首謀者数名が、徳島県徳島市住吉の連営寺。 一丁目にて、切腹したのが、日本の法制史上最後の切腹の事例となっている。死刑執行方法としての切腹は1873年、明治6年に廃止され、以後、日本における死刑では、公死刑が用いられているが、切腹を自殺の方法として用いる例は、明治時代以降も、軍人等の間に見られ、切腹を名誉ある自決とする思想は残った。 旧日本軍においては一部の将校の自決に行われ、明治天皇に準じた野木マレスケ陸軍大将、大西滝次郎海軍中将、鈴木寛太郎内閣の陸軍大臣であった阿南コレッチカ陸軍大将などがある。現代の自書としては、1945年、昭和20年8月25日に、東京都内の旧、代々木連兵場、現、代々木公園で、 大東塾14市が古式にのっとり集団、活腹自殺をした事件や、1970年、昭和45年11月25日に、作家、三島幸男が、陸上自衛隊、市ヶ谷駐屯地内で演説を行った後、活腹自殺した事件、三島事件などがある。戦国時代や江戸時代初期においては解釈人がつかず、腹を十文字に裂いたり、 内臓を引きずり出したりといった過激な方法も用いられていたと言われ、軍機物にもそのような描写が散見される状況によっては、直ちに失血性ショックや腹膜刺激症状を起こし、失神内視運動失調を来たすため、実行は困難を極めるが、成功した例も報告されている。近世に入り、武士身分の処刑として切腹が確立すると、 切腹にも作法が登場する。切腹する人を切腹人という。切腹人に付き添い切腹人の首を切り落としたり、検視役に首を見せるなど、切腹の補助を行う者を解釈人という。腹部を切り裂いただけでは死亡までに時間がかかり、死ぬ者に非常な苦痛を強いるため、通常は解釈人が切腹直後に解釈を実行する。江戸時代には、 切腹は複雑で洗練された儀式となり、解釈がつく、切腹の作法が確立した。切腹の作法が制定された時期については、諸説あるも、18世紀の初め、教法年間の前後という説が有力であ。る。切腹の際の腹の切り方は、腹を一文字に切る、一文字腹、一文字に切った後さらに、縦に、溝落から、へその下まで切り下げる、十文字腹が良いとされた。 もっとも体力的にそこまでは無理なことが多く、喉をついて絶命することが多かったとされる。後には切腹に付き添って首を切り落とす解釈の作法が確立した。解釈は通常制服の二人あるいは三人で務めた。それぞれ三人の場合首を打つ解釈、大解釈ともいう担当を乗せた四方、四つ穴のある三方を持ち出す。 点解釈、除解釈ともいう、首を実験に入れる、小解釈の三役である。解釈人については、首を一刀で切り落とすのは堅実にたけたものでないと、務まらず、下手なものの解釈ではしくじっては何度も切腹人を、切りつける事態に入れかねない。解釈人は、預かり人の家中の者が務める建前になっていたため、解釈の失敗は、武術不心得として、 預かり人の家の恥とされた。そこで家中に腕の立つ者がいない場合、他家に依頼して人を借りてくることもあった。江戸時代中期には切腹自体も形式的なものとなり、司法に担当でなく扇子を置き、その扇子に手をかけようとした瞬間に解釈人が首を落とすという方法が一般的になる、扇腹、扇子腹、赤楼浪士も比較的身分が高かった。 大石吉ら数人以外は、センスや木刀を使用した。中には、自分は切腹の作法を知らない。どうすればいいのかと聞いた、という逸話も残っている。ただし幕末になると、全面的にではないが、本来の切腹が復活したことも記録されている。切腹の場所は、大名クラスの身分をはじめとする、上級武士の場合は、預かり人、切腹人の身柄を預かる人の手内。 やや身分が劣る場合は、預かり人の邸宅の庭先、さらに身分が劣る場合は、牢屋の中とされた。なお、足軽以下の身分、足軽は死ではないとされたは、切腹を許されなかったとされる。なお、儀礼化されているわけではないため、解釈は任意である。阿公事件は、大名である浅野長典が庭先にて、切腹という。 各たの者の扱いで切腹を強いられたという事実が、要因とも、断る。なお、比較的平穏だった江戸時代においては、どうしても腹を切れない武士も少なからずおり、そのため切腹の代わりに、一服という服毒自殺の方法も用意されていた。古式では、寺院で、後に、預かり人の座敷、または、邸場で、行われた。ここでは、 作法が確立した江戸時代の非自発的切腹。多くは、刑罰としての切腹の手順を説明する。後に、簡略化され、切腹人が神下を切ると、湯漬け飯を出し、旗幕を省き、畳二条を白ぎぬ、敷物白屏風の実として、魚は、昆布一切れを、可動式に乗せて出されるのを解釈人に会釈して一根、受け、解釈人に刺し、 剣士は三軒ほど離れて筋違いに座する。解釈人が首を打つと、剣士は刀を取って、左足を踏み出し、左回りに立つ。テレビや映画の時代劇などでは、白根のを敷いた畳の上に、白装束、宝書紙に巻いた、こしらえなしの刀を用いての切腹シーンが登場するが、史実では、このような作法はいかなる時代、地方においても存在ない。 切腹の場所を白で統一すると地の色が目立ちすぎ、見た目が無ごたらしくなるからである。また白の上下は他人の葬儀に出席する際に着用する、いわゆる喪服であり、切腹の際に着用されることはなかった。現実には、壁血の故事、壁血表参照のことにちなみ、着るものや宿物は浅着色に整えられた、浅着色赤イコール壁色。切腹用の担当も、 王将紙を巻いただけでは滑って差し支えるため、紙寄りで固く留めるか、こしらえをつけたままにしておくのが常であった。また、白さは本来刀身保管用のためのものであり、武士が実用に供することはない。一般に流布している切腹のイメージは映像作品においても見栄えを考えたものであり、実際とは異なる。切腹は日本独自の習俗であることから、 研究対象として、あるいは、興味関心の対象として、注目された。英語圏においては、腹切り、腹切りとしてそのまま英語の単語になり、オックスフォード英語辞典、OED の項目に採用されている。前述した通りではあるが、ニトベイナゾウは、1900年に刊行した著書武士道、ザ・ソウル・オブ・ジャパン武士道の中で、切腹について腹部を切ることは、 そこに霊魂と愛情が宿っているという古代の解剖学的信仰に由来すると考察している。戦での首切りの習慣や周辺諸民族の風習と合わせて考えると、切腹は台湾以南の南方諸民族、マレーシア、インドネシア周辺の民族の共有していた生命観に行き着くとされる。すなわち、命は腹や頭に宿っており、勇敢な戦士の魂を 自分のものとするために残頭したり、自己の魂を見せつけるために切腹したりするのだと考えられるのである。生命科学の分野では、アポトーシスを誘導する遺伝子の一つに、腹切りの名前が採用されている。腹切り遺伝子は、脳虚血児やアルツハイマー型認知症による神経変性児に神経細胞の死を司る。これは、 アポトーシスイコール細胞の自殺イコール腹切リという連想から名付けられた。切腹の文化的国民性への影響は明治以降の国民教育で武士道が国民道徳化して以降大きな影響を与えたと言われる。現在日本国民の大多数が死刑を肯定する立場にあり廃止を訴える国民は依然少数である。これは己の名誉と食材のため 死をもって償うという自己犠牲の理念が日本人の伝統として固定化されたためであるという意見もある。切腹は日本独特の習俗と言われるが、これに近い滑腹自殺は中国にも存在する。中国語では某腹という。例えば、漁師春秋、中不雪に乗せる公園を収め着物故事では、中心であった公園は自分の腹を切って内臓を出し、 自分の体内に残殺された自分の主君の肝臓を入れて絶命し、人々からその中友を称えられた。色紙閣列伝の情勢は男らしい自決として敵の面前で致命的な事象に及び腹を切った。車掌五官書のエビス領や旧当女列伝第137の安金蔵は自分の誠意を証明するため自分の腹や胸を刀で引き裂き内臓を取り出してみせた。 安金蔵は外科手術によって命を取り留め、不足点からその中油を激唱された。近現代でも文化大革命の時、無実の罪で求断された共産党員が公衆の面前で滑腹自殺した例がある。中国の滑腹自殺と日本の切腹の起源の関連については不明である。ちなみに中国では、 滑腹自殺は日本と違い、むしろ無人でないものが自分の誠意を匹敵するための自決法であった。中国の無人の自決法は腹ではなく自分の首を刀で切る自噴の方が主でった。朝鮮戦争中に安平藩韓国陸軍巡将が切腹自決している。ヨーロッパではドイツの地政学者で軍人でもあるカールハウスホーファーが切腹自殺を遂げている。 またモーリス・パンゲは古代ローマのマルクス・ポルキウスカト・ウッティケンシスの字に名誉のために準ずる切腹の精神の起源を見ている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。